ウェオホークスファンチャンネル、どうも小柳です、お願いしますということでですね、本日なんですけどもね、ホークスファンにとってはとても残念なお知らせをしなければならないんですけどもね、実はですね、育成2年目投手のですね、ルイス・ロドリゲス投手がですね、トミー・ジョン手術を受けてしまいました。はい、ということで多分ね、野球好きな方はね、トミー・ジョンって聞いたら大体ピンとくると思うんですけど、まあ簡単に言いますとですね、1年から1年半ぐらい野球ができなくなる、そんな手術でございまして、いやびっくりですよね。いや、まさかね、まさかのね、トミー・ジョン手術を受けることになるとはっていう、ちょっと僕もびっくりしてるんですけどもね。ちなみになんですけどね、今シーズンは主に3軍で、試合登板しておりまして、14試合投げましてね、防御率が 1.15 ということで、まあ、ほぼほぼ3軍では、敵なしという感じでね、順調に抑えておりまして、特に今シーズンはですね、去年までと違いまして、かなりコントロールの方も、改善されましてですね、もしかしたら最短では今年支配下登録されるぐらいまでいくんじゃないかなと、僕はちょっと思ってはいたんですけどもね、まあ残念ながら手術をしてしまったということでね、支配下等も見送りになるんではないのかなっていう感じはするんですけども、まあホークスの助っ人トミー・ジョーンって言いますとですね、まあ実は今から6年ぐらい前ですかね、スアレス投手っていうのがいたんですよ。で、まあ手術しまして、まあ、ホークスで復帰したんですけども、まあ、なかなか結果が出なくてですね、結局トミー・ジョーンしたスアレスがホークスをクビになってしまったんですね。で、阪神行って大活躍して、今メジャーリーガーで大活躍してるんですけども、まあ、ちょっとね、過去にね、そういう苦い経験を一度ホークスはね、してるんでね、このロドリゲス投手に関しましてはですね、なんとかちょっと長い目を見まして、手術をしっかりね、して治して、リハビリしっかりしてね、1年から1年半後、まあ、2年ぐらいですかね、実際投げ、ちゃんとね、マウンドに上がれるのは、まあ2年後ぐらいにはね、ちゃんと戻ってきて、そこから支配下登録してね、将来的には、セットアッパー、またクローザー、今のモイネロとかね、オスナ投手とか、その後釜を担えるね、ピッチャーですから、マックス155キロですかね、自称160キロというね、まあ、素晴らしいスピードを持ってるね、投手ですから、ぜひしっかり直して、またマウンドにね、戻ってきてほしいんですけどもね。ただ一つ救いなのがですね、現在、ロドリゲス投手がですね、まあ、22歳なんですね。今年22歳。現在21歳ですね。今年の8月に22歳ということで、まあ、そこから1年から1年半後、まあ、24歳ぐらいには、しっかりマウンドに戻ってこれるということで、まあ、まだ、不幸中の幸いと言いますかね、早いうちに手術しておいて、よかったんじゃないかなと。まあ、これでね、結構な25歳、26歳とかね、一番働き盛りの時にね、手術ってなりますと、非常にこれはね、チームとしても痛いですし、もちろん一番は本人が痛いですからね。というのもあるんで、やっぱりね、まだ良かったかなとは思うんですけど、まあちょっと僕としては、ずっと追っかけてた投手だったんでね、すごいショックではあるんですけども、しっかり直して戻ってきてもらいたいですね。ぜひ皆さんね、1年から1年半後、また進化した、強くなったね、ルイス・ロドリゲス投手をね、見れることを期待しましょう。本日の動画は以上でございます。バイバイ。